だろ、黄金騎士。設定6の機械割り、110%。6.2 号機タイプ、低ベース×高機対 1AT、天井が最大1500ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、30.2 ゲーム、AT 純増、約 2.8 枚、導入台数1万台。調査台数162台。リセット台からの即当たりは数台確認されましたが、50ゲーム以内の当選は 10%、しかも AT ではなく CZ 当選なので即当たりには期待できなそう。リセット恩恵の400ゲームで CZ 当選するので、リセット台の300ゲームハマりなら打つ価値はありそう。現状即連に恩恵はなさそうなので、朝からリセット狙いはできない。400ゲームの CZ は狙えそうなので、朝1ボーナス0で300ゲームハマり見たら、打ちます。狙いは AT 間天井。天井ゲーム数、第1天井、CZ 間600ゲーム。第2天井、AT 間1500ゲーム。天井期待値、10日なら AT 間950ハマりで期待値、約2000円、1050ハマりで期待値、約3000円、CZ でハマり、ゲームが隠されるので、意外に深い、ゲーム数が拾えることがあるかもしれないが、こちらは実践で検証してみます。高設定、低設定データ。大当たり履歴は、ブログに公開してます。CZ スルーの回数が明らかに違いました。数台イースランプグラフの台を確認しましたが、CZ3 回以内に AT まで繋がっていました。もしかすると上位 CZ の振り分けやバトルの当選率に違いがありそうです。CZ のスルー回数、CZ の振り分け、CZ の当選率、こちらに設定差があると予想。まとめ、12月6日で一番注目されてる機種ですね。初日のデータ見ると結構設定を入れてそうなホールも年末のメインにはなりそう。しかし逆にぶっこ抜きホールも多数あったので過度な期待は禁物。個人的には天井も必ず AT に入るわけじゃないしかなり打つのに勇気いりそう。AT 間はデータ機ですぐわからなくなりそうなので AT 間1100ハマりなら当かな。さらに詳しくはブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。